総長竹は、韓国の海軍軍人、海軍参謀総長を務めた、第45代国防部長官。2017年7月14日に国防部長官に就任。合同参謀議長に就任した、定型特有軍大将とともに、韓国軍創設以来初めて非陸軍出身者が、防衛省、制服組トップの2大要職をすべて占めた。 2018年3月8日、スコット・スウエフとアメリカ海軍太平洋艦隊司令官と会談した際、アメリカの原子力潜水艦は朝鮮半島に展開しなくても良いと司令官に対して発言。米韓の軍事関係を否定しかねない発言だけに、すぐさま国防部の関係者は長官の冗談だったとして釈明に当たった。 また2018年7月には、朴槿恵政権下で軍の防御用部隊が権限を超えて、戒厳令の布告を検討する文書の存在を4ヶ月も前に報告されていたにもかかわらず、文書を公開しなかったことが発覚し問題となった。こうした不祥事の多さから2018年8月末の内閣改造で更迭された。AB 国防省に総長武氏就任イコール。 北朝鮮の脅威を制圧韓国。時事通信。2017年9月12日へ閲覧。ミヨン・キム、インパクトプレイヤー。チョン・キング・ドゥ、インパクトプレイヤー。デーテート。戦略国際問題研究所。2017年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月28日へ閲覧。セール・ミョ。 J.A.Moon プレイシュズ7アウト of 8ジェネラルズ、ムンジェインが大将8人のうち7人を交代した。中央日報。2017年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月28日閲覧。韓国国防省の米原戦は来なくてよい。発言。当局は冗談だった。朝鮮日報。 2018年3月10日閲覧。国防省、社会副首相権教育省らご閣僚を、交代イコール韓国。連合ニュース。http ジャパニーズ、ヤンハッピーニュー s COO、KR、ヘッドライン、2018、08、30。 零二零零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 、ジッピー二計百八十兆八千三百億二百万八百八十二 h t m l 二千十八年八月三十一日、閲覧。ありがとうございます。